よ。いや、リフレクトスラックコンボを使ってるんですけどね、これね、バリムズいんすよ。個人的に苦手なエレメントだな、これ。けど、技に入れちゃってるっていう。これ本当にむずいんだよな。ここパーンって。むずいんだよ。ここ、まずね、ここがむずいんだよ、この。まずできん。でもね、コツつかむ、なんか調子いい時はめちゃくちゃできるけど、調子悪い時は本当にできない。ここね、まずここむずくて、その後ここかけんのもむずい。多分この、ここがね、多分一番今回、組んだコンボの中の鬼門ですね。ここが一番むずいわ。あとは多分大丈夫だと思うけど、リフレクトスラックコンボだけちょっとね、危ないっすね。けどなー、マジで入れたいんだよなー、このどうしても入れたい気持ちはある。流れがすごい気に入ってるコンボなんで、どうしても入れたいけど、地味にね、このリジェクションもむずいんすよ。流れは気に入っているから。やば、これもね、結構疲れやすいからな、気をつけよう。やばいな。ちょっとこれをね、これが危ない。地味に最後ここもマウントむずいんだよな。くるくるって回した後のマウント、ここのここでマウントちゃんと決めるっていうのがむずいんですよ。やばいかもしれんな。
やばいわ。どうしよう。どうしよう。仕上がんねえ。徳島仕上がらなすぎる。徳島仕上がんねえ。ここもちゃんと注意しよう。ちゃんとストリングにね、ヨーヨーが当たったのを確認してからね、指を離さないとね。噛んじゃった。噛みすぎ。もうやばいよ、俺。多分、バインドも下手だからな。すぐ噛んじゃうんすよ、僕。もう、アナウンサーだったら即クビです。問題はやっぱこれだな。こうやってね、しっかり流れ乗ったらね、すごくね、いいんだけど、自分本番弱いんでね。全然関係ない2.0やったしさ、2.0いつもこういう失敗するんですよね。なんか変に逆にかかっちゃうんですよ。ほら、こうトラピーズ側にかかっちゃうんですよ。もう一生これっす、2.0は。
いってぇ死んじゃう死んじゃう。10分か。バイトの時間もあるからな、そろそろ切り上げんと。やばいな。終わりたいと思います。やばいな。やばいっす。